機械の反乱軍、再起動レベル7へいざ出陣。コンボ、忍法、お色気の術、クリティカル発動率アップ、浮気調査、研究力アップ、バイト仲間、キャラクターの体力アップ。このね、メタルグマ、メタクマですね。このメタクマがね、もうね、出てくるっていうだけでね、もう身構えて、はあ、メタクマだと思って、もう負けを確信しましたが、予想通り負けを繰り返した後に作戦を変えなきゃと思って、壁を増やす作戦に出てみました。メタックマが叩いてくる回数っていうか、なんだろう、タイミングよりもたくさんの壁を出してみようと。コンボでですね、再生産も早くして壁を次々出しています。あメタックマ、メタルカバちゃんと一緒にですね、仲良く消えたって感じ。勝ちました。再起動レベル8。ここで私は一旦諦めました。なぜなら金色と銀色っていうかね、メタルと無属性のダチョウにね、どうしても勝てなかったんです。で、私の頭は思い込むともう頭がすごく硬くなっちゃうので、壁をとにかくどうやったら壁をいっぱい出せるかで、後ろから攻撃する人はもうガネーシャっていう風に頭の中が固まって、ダブルダチョウを壁で越えたい。何度も挑戦して何度も負けて、途中でね、ガネーシャエクサ、 G ガネーシャエクサに進化させています。それでもですね、やっぱりね、勝てない。では生まれ変わった私の再起動レベル X、 いざ出陣。コンボ、インポ、お色気の術、クリティカル発動率アップ、妖怪バスターズ、研究力アップ、ミラクルライブ、クリティカル発動力アップ、バイト仲間、キャラクターの体力アップ。コンボを改めて、クリティカルに強いコンボに変えまして、で、上の段の真ん中にね、チュンチュンがいるのは再生産をね、やはり早くする効果があるので、少しでも早くみんなが出れるようにと思って真ん中にチュンチュンを挟んでます。で、下の段は壁っていう風に頭の中が壁でいっぱいだったんだけど、そこをもう壁に頼るんじゃなくって、あとうちのメス役はガオダークとシロガルという組み合わせにしました。どうでしょうか。あってた。これまでも壁作戦ではもうどんどんね、ダチョウたちが私の城にすごいスピードでやってきてたんだけど、なんとかね、ダチョウをね押しとどめています。さらにダチョウが敵の城へと下がっていきます。いいぞ。あ、最後のダチョウが消えました。
勝ちました。ありがとうございます。レベル9へいざ出陣。コンボ忍法お色気の術、クリティカル発動率アップ、バイト仲間キャラクターの体力アップ、チームヘッドバンキング初期所持金アップ。猫棒をほとんど持ってないのでできるだけ使いたくないんですよ。なので所持金をねコンボでアップしてみました。博士太郎がやってきましたよ。でもあれ博士太郎っていつもお墓に博士太郎って書いてなかったっけ。え、なんで私のイメージ博士太郎と博士花子はそれぞれ上お墓にね名前が書いてるようなイメージがあったんだけど、まずいぞ。敵の前進を全然止められていません。負けました。では再起動レベル9、今度こそ。コンボ変えました。忍法お色気の術クリティカル発動率アップ、ミラクルライブクリティカル発動率アップ、バイト仲間キャラクターの体力アップで貴重な猫本使ってます。クリティカルのね発動率をアップさせた上にゾンビへのね対抗力もサノスケを入れてアップさせました。サノスケとねテルマエでトロリンチョ、今回の敵の中ではトロリンチョが一番の強敵だと私は思ってるんですよ。お母さん頑張って。また違うトロリンチョが来た。ああやだ、トロリンチョいっぱい来るのすごく嫌。ここはサノスケとねヘルマエの息の合った、息合ってる、息の合った攻撃で頑張ってください。ちょっと いつになったらこのあのメタルの大群消えるんだ。あれサノスケ消えた、大丈夫か。さくらちゃん頑張って。お、博士太郎がやっと消えました。よしよし、前へ進めるぞ。あ、ひつぎ犬、次犬しつこいな。みんなで力を合わせて勝ちました。ではいよいよ再起動、最後の戦いです。今回のキャラクター編成を時々入れているのは私のこのね持ってるキャラクターがどのぐらいのレベルでこのぐらい負けてるのかこのぐらい勝っているのかとかね、そういうのの参考になればと思ってあげてます。ということで今回のキャラクター編成、1番スター、すいません声枯れてます。1番スターモネコレベル30、2番狂乱のスターモネコレベル30、3番猫本のパパのパパ、4番にゃんこそば、5番さくらちゃん、6番ネコジュラザウルス、7番ネコタコツボ、8番ネコカレー、9番ネコハリケーン、10番ネコパラディンとなっております。ではこの編成でレベルマックスでいざ出陣。出た、柏餅。
大丈夫かな、なんかもう私の城の目の前なんだけど、ちょっと結構な量で柏餅出てくるんだけど、台風で散らせるか。お、台風いいな。サラディンも行きました。あ、もう城ね壊れちゃってるんですけど、少しでもいい感じにね巻き返してますよ。なんか出たぞ。なにこれ、メタルコアラッキョ。でもね、若干顔の凶暴性が薄れてるように思えるのは私の気のせいでしょうか。あれかな、あのメタルになって機械化されて本来持ってた凶暴性がね機械化されちゃったから薄れたのかな。鼻と口のあたりにね出てた弾薬さがメタルになったらちょっと薄れています。感情のなさそうなメタルコアラッキョ。あ、消えた。メタルコアラッキョが消えたので、ボスメタルコアラッキョでよかったのかな。では城を壊しに行きましょう。勝ちました。いつもね皆さんのアドバイスに助けられてます。おかげさまで勝ちました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とコメントどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。